今現在、今日は4月の4日、旅行のですね、6日目になります。はい、6日目ですね。今日今からですね、ホテルチェックアウトして、バギョに行きます。でバギョはですね、本来ホテルはね、また飛び込みで取るつもりだったんですけど、ネット見てましたらね、なんとね、1泊780ペソというホテルが見つかりましてね、まあこれは立地もいいところにありますしね、多分ドミトリーかなんかじゃないかなと思うんだけど、まあちょっとそれにちょっと3日間ですね泊まることに、予約しました。ですんでね、まあちょっと結構参考欄にはいいこと書いてあったもんだから、1回ちょっと1泊780ペソの、ホテル3泊する予定でバギョに向かいます。はい、はい、この部屋ともお別れです。まあちょっとね、奮発しましたね、この部屋はね。うん、まあ1泊1万円ぐらいの部屋ですからね、それなりだと思います。今からチェックアウト。はい。もう忘れ物はないということでね、はい。とにかくね、もう小銭を用意しとかんとね、これね、お釣りは帰ってこうもんだと思わないといけないからね。本当にやるでしょ。セーフティーボックスの中はもう入っていないはず。はい、大丈夫ですね。さあ、これからまた旅立ちです。さあ、今日からね、バギョに行きます。はい。10年ぶりのバギョとなります。はい。多分ね、涼しいと思いますのでね。今はこちら夏ですからね、ちょうどいいんじゃないかなと思っております。Good morning. Check out. Sappy. Ah, oh my god. My room key. Yes. Forget in the room.うん、なんとルームキーを部屋に忘れてきてしまいましたね。また3階まで取りに行くのも大変だからね、まあなんとか、ここは、部屋の中にね、特にね忘れ物はないみたいですね。はい、さあ今ね、午前中、朝のね、9時頃でしたかね、確か。そのぐらいの時間だと思います。1450ペソ。このお金はですね、昨日、ドールハウスのね、スタッフとね、ディナーした時のお金になります。約4000円ぐらいといったところですね、日本円で。It's okay? Yeah, okay. Oh, thank you. Thank you. I just want. Bus terminal. Down. Bus terminal. Yeah, bar. Tresco. Hi. さあここからトライシクルですね。多分ね150ペソぐらいじゃないでしょうかね。ちょっとこの時のことはちょっとね記憶にございません。そのぐらいだと思います。まあ最近ね年のせいかね、もうこういうカバンなんかもね、バッグなんかもみんなねスタッフにね持たせてチップを払っとるのが現状ですね。ダウ。うん。I wanna go バギオ。あ、よバギオ。バギオ。ダウ、オッケー。いや、ジェネシス。うん。バス、ジェネシス。うん。
これでアンヘルスともお別れですね。2日間の滞在でしたね。5年ぶりのアンヘルス。さあ、朝午前中はですね、ご覧の通りね、本当にね、人通りがございませんね。やっぱりね、夜の街ということですよね。はい、本当にね、閑散としております。ここからですね、正面のマッサージありますよね。ここが、ウォーキングストリートですね。ここをね、右に折れましてね、ずっとまっすぐ行くんですね。そうしますとね、マクドナルドがございます。そこの道がね、マッカーサーハイウェイ。それを左方面まっすぐ行きますと、ダウ方面、ダウバスターミナルですね。逆に反対方面はね、マニラになります。広い通りに出ました。この道がですね、マッカーサーハイウェイですね。はい、マッカーサー通りです。さあ、ここ左に回ります。はい、左にね、まっすぐずーっと行くんですよね。はい、そうするしますとね、右手の方にね、ダウ、バスターミナルがあります。結構ね、距離があるんですよね。はい、昔ね、一回歩こうとしたことあったんですけどね、まあ結構大変でした。こちらの方はね、私もね、あんまりね、知らないです。はい、逆方向はね、回ったりしてるんですけどね、こちらのアンヘルスですね、ダウ周辺はちょっと私もよく分かっておりません。さあ、まっすぐ走りましてね、間もなくね、ガソリンスタンドがあるんですよね。そこのところをね、これ右に曲がっていくんですよね。はい、こちらですね、ガソリンスタンド。私はね、確かこの通り沿いにあったと思ったんですけども、まあ、記憶違いかもしれません。さあ、ここをね、右に入ってくるんです。そして、左に曲がっていったところで、あなたも、まあ、ちょっと静かですから、はい、こちらの方ですね。はい、少し騒がしくなってまいりました。さあ、人もたくさんございます。バスが見えましたね。こちらがバスターミナルですね。はい、さあ、どのバス乗っていいかさっぱりわからないんだよね。まあ、こういった時はね、このようにね、もう人に頼ると、まあちょっとしたチップ払えばそれで済むわけだけどね。まあ本当にね、なんかね、もう最近こういう、行動の仕方やってますね、私よく。昔はね、絶対こんなことしなかったんですけどね、やっぱり ね、本当にね、ダウっていうところはね、このバスターミナル、こういうね、サービスがなんかもうチップをねだろうとしてね、たくさんいるんですよね。昔も強引にね、こうやって持って帰ったことがあります。本当にね、特徴ですね、この街の。はい、さあ、まあどのバス乗っていいかわからないし、確かね、ジェネシスと言ってますからね、ジェネシスのバスに乗ると思います。うん、だからまあみんなね、やってくれるから、まあ確かここでね、チップ払えばいいということですね。さあ、そしてバスに乗り込みます。さあ、まだね、誰もあまり乗ってませんね。もうすかさずね、座る席が決まってるんですね。進行方向に向かって右側ね。なぜならね、荷物をね、管理しないといけないからね、預けた。はい、さあ、バスは出発しました。ここからね、約5時間ぐらいかかると思います、バギオまでね。はい、ちょっとした、長旅になると思うんですけども、途中ね、休憩もね、あったりしますんでね、まあ問題ないかなという感じですね。やっぱりね、フィリピンはね、本当にね、バスでね、移動することが多いです。まあ運賃も安いですしね、本当に。一応係員に聞いてね、なんとかなりました。はい、まあね、最近はチップ100ペソ払ったかな、今な。うん、50ペソなかったから、そうしただけでってね。まあしゃあない。タイミングよくバギオ行きのバスに乗ることができました。多分ここから5時間ぐらいでチケットは持ちますので、まあ今10時としたら11、12、13時頃に着けますね。はい、
まあ、予定通りといえば予定通り、最近思うんですけどね、バスに乗ってね、乗る時とかね、物売りがよく聞きよったんですね、バスの中までね。そういったことがないんですよね、最近。フィリピンラビット、マニラからアンヘル来た時もそういったことなかったし、まあ、今回まだ乗ったばかりだからわからないけども、で場所はね、もういろんなものを売りに来てね、まあ、逆にそれが、まあ便利でもあったしね、私は気にならなかったんやけどね、なくなっちゃってますね、どうもね。これバスも綺麗になってますし、はい、まあ、ちょっと今ね、アンヘルスの街を出ました。そしてバギオに向かうところですけどね、まあ、多分5時間はかかるでしょう、まあ、途中休憩もあるかとは思うんですけど、まあ、今日も天気がいいです。本当にね、連日晴天が続いております。前回来たね、12月は雨続きだったんだけどね、今回はもう本当に天気に恵まれています。その代わり逆に暑いということでね、まあ、でも How much? 400 ぐらいでしたね、確かね、今話聞いたら。お釣りがないからね、小銭も取らんと本当にこういう時困ります。はい、一応お釣りは帰ってきましたね。まあバスみたいにね、公共交通機関はね、タクシーと違いますのでね、ちゃんと、こういったものはしっかりしています。さあ、お釣りがね、細かいのないとややこしいです。とりあえず、正確です、お釣りは。はい、これから行く、バギオはですね、本当に10年ぶりに、行きます。こちらはですね、本当に以前ね、私がね、留学じゃないですけどね、20年ぐらい前の話なんですけどね、語学留学でね、いいところございましてね、一回ね、真剣に考えたことあるんですよね。バギオというところはね、標高1500メーターにね、ある都市なんですけども、もうとにかくね、涼しいんですよね。だからね、勉強する環境としてはね、最高じゃないかなと思いましてね、それでね、よく検討していた記憶がございます。今回はね、本当に10年ぶりのバギオということでね、一回行ってみたいと思います。さあ、まもなくね、大きな川今渡ってますけども、休憩所にね、差し掛かると思います。はい、トイレ休憩ですね。さあ、休憩所です。さあ、こちらはですね、もうね、結構近いところまで来ていると思います。ビロン、バスターミナルというところでしたかね、先ほど。さあ、ここでね、トイレ休憩をしましてね、しばらくしたらまた出発です。まあ、こういったところはね、トイレ入るのもね、お金がいったりするんですよね。まあ、5ペソだったかな、確か。さあ、デネシスですね、バスは、はい、こちらのバスでバギオに向かいます。さあ、バスは出発しました。さあ、ですね、だんだん家もね、ポツポツと見え始めました。教会ですね、この先ですね、山道に入るんですよね、結構ね、はい。まあ、今はね、高速道路というのがありますのでね、結構ね、時間も早く降りると思います。この調子ですとね、まあ、5時間かからないかな、4時間ぐらいでね、着いた記憶です。はい、確か。まあ、本当にね、高原ですからね、涼しいところ。まあ、今はね、フィリピン夏真っ盛りですからね、もうたくさんの観光客、フィリピン人の方がね、まあ、こちらに来ていると思います。バギオね、もう避暑地としてね、本当にね、もう有名ですから、もう夏休みを利用しましてね、たくさん大移動が行われているかと思います。
さあ山もねだんだん、登っていきます。さあ上の方ですね、バギョーがね標高1500メーターのところの都市ですね。まあすごいですね、天空の都市と言ってもよい、いいかなという感じです。本当に、バギョーへ行くときは、必ずね長袖のね服をね持って行った方が良いです。とにかくね年間平均気温がね20度ぐらいということところですけどね、まあとにかく涼しいっていうか、まあ夜なんか寒いですよね本当に。とにかくですね、そういった準備はしておいた方がいいと思います。さあ間もなくですね、もうどん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 、建物が増えてきました。さあ間もなくね到着すると思います。バギョーはね留学都市とも言われていますからね、たくさんの、留学生、語学留学とかね、来て見えると思います。もうね20年前はねほとんどね留学生韓国人がほとんどでしたね。日本人なんかもうほとんど誰もいなかった状況です。まあそんな時にね私も一度検討したことがあったんですけどね。バギョーバスターミナルに到着です。さあ着きましたけどね、もうなんていうかね静か、客引きなんか誰一人いません。まあねある意味ねトライシクルのお兄さん頼ってたんですけどね、トライシクルが全然いないんですよね。まあこれからどうしようとね、こんな時はちょっと悩みましたね私もね。トライシクルのお兄さん宛てにしてたんですけどね、まあホテルまでの行き先ね本当にねどうしようかと悩んでた時にね、あのハッと思い出したね、あのスマホ、実はね今回は、ルーター持ってきてるので、ネットがつながるんですね。地図がないといけない。これで地図探してなんとかなりました。はい、11年ぶりにねやってまいりましたバギョー。はい、もうすっかり変わってましてね、11年前はね、もうトライスクのお兄さんがね、声かけてね、いろいろとこで、まあ、客引きやってたんですよね。だからね、それを頼りに私、今回来たんですよ。要はね、まあ、ホテルまで、なんとかなると思ってね、ところがね、全然、トライシクルが全然いないまあ変わりました。まあとにかくねフィリピンもね本当に、いやもう今ねバスターミナル、現在まっすぐ歩けばね今ナビあったからねそれで助かってます。はい、もう本当に道路もね整備されてね涼しいです。この今昼間なんですけどね、やっぱりフィリピン天空の街バギョって言ったところですよね、フィリピン天空都市、都市かな、バギョ、まあとにかくすごい。歩いて800メーター、まあ荷物持って歩きますまあ、うっとうしい客引きおらんけども、まあ自分でやらないかんから大変ですわ。まあ今回はねルーターがあったおかげでね、本当にね助かります。Google 地図でねナビをかけて、まあ、歩いている最中です。まあこれは便利ですね本当にね、私はねあんまりこういうのがね得意じゃないからねいつも苦労します。 3BU ホテルありました。ナビ通り、ナビも苦労する。ホテル到着です。さあやっとねたどり着きました。どうもねここで受付なんですけどね、ここのホテル安宿なんですけども、どうもね、こちらはね、普通の一般のホテルで、すぐ隣がね安宿、同じ経営だと思ういうことなんですけどね、今ねその手続きをやってる最中です。本当にね、綺麗なホテルですよすごく、安宿とは思えないね、まあ、隣の、
ね、塔はどうか分かりませんけども、ここはね、本当に一般の宿泊、泊まるね、綺麗なホテルです。本当にね、安宿には全然見えません。さあ、ここね、左がね、これ、コインランドリーもあるんですよね、これ。どうもね、それも使えるみたいですよ、どうも。はい。いやー、これはね、便利です。いや、ドミトリー？あ、どうもね、これ、ここの部屋じゃなくてね、今、外を出るんですよね。すぐ出てね、左側にね、私の荷物持ってってもらってるんですよ。こちらですね、こちらがね、入り口になるんですね。はい。どうもね、隣なんです。はい。同じ系ということで、こちらに入ります。さあ、中に入りました。結構ね、そんなに安宿とは思えない、新しいですね。どちらかというと。はい。綺麗です。申し分ないです。これで780ペソっていうのはね、3BU ですね。名前はホテルの。はい。3BU。こちらです。今から受付をします。はい。さあ、今からね、私のベッドルーム、に連れてってもらうとこなんですけどね。まあ、やっぱりね、二段ベッドでね、上の段になるんですね、私。まあ、私の体型からするとね、まあ、しんどいんですよね、この上り下り。せめて下がいいかなと思うんですけどね。やっぱり、上しかないということですね。But if you this one, yeah. But if you use this one, you need your own padlocks because we don't provide padlocks here. Yes, sir. No, this one. Only this one. Only this one. Yeah, but you need your own padlock lock like this. Ah. Yeah, you should. I have. You have like this. Yes. You can use any weekend. 鍵はねかけれるみたいです。ただですね、鍵はね、自分持参しないといけません。こういったね、安宿泊まるときはね、必需品になってくるかと思います。ああ、OK。ああ、OK ね。This is the vacant. Here. OK ね。はい、OK。It's any vacant you can use. Yes. さっきね、はい。こちらがセーフティーボックス。で、こちらが、ちょっとした居間があって、でこっちがトイレ、バストイレ01000、本当狭いところですね。一応ね、シャワーだとかね、トイレはちゃんと共有になります。で、冷暖房完備です。まあ冷房完備ですね。はい。ただね、私はね、ちょっとね、あまりにもね、二段ベッドで狭いからね、いろんな動作がやりづらいんですけどね。まあ、共有スペースはね、結構ね、立派なものです。水もね、フリーボトルがございますしね、飲み放題、ロッカーもありますしね、綺麗なんですね。本当に、洗練されたね、いいところだと思いますよ、私は。すごく。値段も安いですしね、はい。Excuse me. Wi-Fi password.Wi-Fi password. No Wi-Fi? Receptionist. Reception? Yes. Next door? No, second floor. Second floor? Yes.私の部屋はね、3階になるんですよね。これ結構階段の上り下りがね、大変なんですよね。で、2階がね、これフロントになっております。で、1階がね、踊り場になってましてね。ここで、いろいろ尋ねるんですけどもね。すみません、パスワード、Wi-Fi。あ、this one。あ、yeah, and my bed is small, but I.big size, me. Ah, so your bed is too small for you? Actually, my English is not good enough, sorry. It's okay. 英語の不自由なね、私にとってね、まあ、何を依頼するにもね、大変です、本当に。
そしてね、アゴタでね、ホテルをエントリーしたんだけどね、ベッド大きめと、ちゃんとレテンに打ったんですけどね、小さいんですよね。まあいつもこういう風ですね、どうもアゴタの場合は、ちゃんとしたね、希望に得られないもんだから、ここでね、大きいベッドルームないかという風で今交渉している最中なんですね。そしたらね、一応400ペソを余分に後払ってくれれば、それなりの、多少スペースの広いところに移れるということだったものですから、それでね、決めることにしました。やっぱりね、二段ベッドのね、上のところっていうのはね、私の体型からするとね、大変なんですよね。You want to change your bed to big size? Yeah. But no, I pay big size. This is what it looks like. So let me try. If you want to upgrade this, yeah? This piece. This will be your bed if you want to upgrade your bed.Okay. Can yes, I? Yes, you can stay can I, there. Okay. Yeah. Uh-huh. Stay there. Okay.こちらがね、ちょっとグレードの高い、ルームになるんですよね。確かにね、二段でないしね、狭い部屋ですけどね、中一応立ち上がることができるんですよね。頭が疲れたりしません。ですのでね、まあ、ここの部屋に、妥協することにしました。そしてこちらロッカーですよね。ロッカーもね、共有ですし。あと2階ということがね、いいですよね。ビッグサイズベッド。You want to change your bed or no? I want to change. なかなか言いたいことがね、伝えれなくてね。まあ本当にですね、まあ困ったもんです。How much? What kind of bed? What change? Three nights you But no, so small size. How much? 追加料金調べてもらいましたら、426ペソ。まあ3日間でもですね。ですからね、まあ、問題ないと思いましてね、それだけ支払うことにしました。さあ、今ね、いろいろと、この近辺をね、いろいろと聞いているところです。なんか、ね、どっか近くに何か面白いスポットはないかね。はい。Huh? So you need to pay 436. 436. Total? Yeah. Okay. So you need to pay here. Okay. 受付側割にね、隣の部屋に戻ります。左はね、これね、ランドリーですね、本当に。これは便利です。ロッカーも充実しておりますしね、本当にね、これでね、780ペソ。まあ、それにね、若干また追加料金払ったんですけど、でもね、全く問題ございません。3日間このホテルに、滞在する予定です。はい。さあ、隣ですね。隣、こちらからまたね、部屋になるんですけども、ここ、入るのにね、やっぱり暗証番号ね、これ必要なんですね、これね。これの入り方を覚えていかないと。みみ。Your code is the...Me? Yeah. But can I try? Okay. Did you have the flyer? The reservation gave you? No. Maybe they gave you. あとで番号を教えてもらってね、入力してみようと思います。さあ、これを覚えていかないとね、本当にね、ホテルに入れなくなってしまいますからね。結構ややこしかったりするもんだから。はい、今ですね、チェックインして今部屋を出たところです。まあね、値段にしてはものすごくいいと思う。僕は正直言って下手なホテルより全然いい。なぜかというとね、もうね、
共有になるんですけど、テーブルはあるしね、あのシャワーとかトイレも共有だけど綺麗です、はい、でこちらがね、あの受付になります。こちらが、今のホテルの受付。あとね、やっぱりバギョという町は坂が多い町、ジプニーはそこで泊まってますね、はい。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.